MLB 宣言ラベリンです。ラベリンです。ぜひ行ってみて、これはいくらでもあるんじゃないですか。いっぱいあります。見に行きたい球場は一番はフェンウェイパークですね。グリーンモンスターから見たいです。でも予約が取れないっていうのも聞いたので、そこもまあなんとかして取りたいなと思うんですけど、あとは自動販売機が緑色っていうのを情報を手に入れたんですよ。ぜひそのフェンウェイパークのグリーンモンスターでレッドソックス対ヤンキースの試合が見たいです。私はフェンウェイパークで見たいなと思ってます。フェンウェイパーク以外だと何かありますか。はい、フェンウェイパーク以外だったら、あ、でもアナハイムにも行きたいですね。エンジェルスのパークにも行きたいし、ドジャースタジアムにも行きたいです。ガガガガーンが聞きたいですね。ヤンキースタジアムのトゥトゥトゥルトゥも聞きたいんですけど、ドジャースのガガガガーンも聞きたいです。あ、あと一つごめんなさい、言いたいと思ってて言えなかった、あのインスタ見てて、あのグリーンモンスターっていうレッドソックスのマスコットキャラクターがいるんですけど、あ、違う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 、ごめんなさい間違えました、オービットくんだ。アストロズのオービットくん、はい、アストロズのオービットくんのインスタめっちゃめっちゃ可愛くって、あの、まあ、ストーリーで上がったのでもう消えちゃったんですけど、あの手を洗うのが載ってたんです。3月いつか忘れちゃったんですけど、で音楽が流れて、でオービットくん本当に手を洗っちゃうんですけど、水でててん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 ててれれんててんててんてててんてててんちゃ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 てててれてんてててれれんって、もうその音が頭から離れないです。あと歩く時の音が怖いですね。キュッキュッキュッって言うんですよ。もうぜひ見てほしい。あともうインスタで言ったらフィリーファナティックですね。まあ、ハーパーがフィリーファナティックのことすごく大好きで、スニーカーねキラキラつけたりとか、もヘアバンド、あとはスーツの中もフィリーファナティックだったりするんですけど、フィリーファナティックのインスタも結構面白いです。それも可愛い。あとはもうなんといってもブルーパーくんですね。ブルーパーくんは今年インスタ見つけたんですけど、すっごい可愛い。変装して映るんですよ。まあ、なんかスターウォーズになってたり、なんか緑のもじゃもじゃになってたり、なんじゃこれと思うんですけど、それもすごく可愛いですね。あとはダンスがすごくうまいですね。帯とかもこういう感じの髪の毛あったりとかすごい可愛いなと思ってます。やっぱり野球をちゃんと見るのも多分絶対できるけど、はい、やっぱりそういうこともメジャーを見る楽しみですね。はい、楽しみですね。そうです、可愛いところもたくさんあるので、そこも楽しめるんじゃないかなと思います。ラベリンです。